さあスタートです。凱旋門賞場内の発売を締め切るベルがけたたましく鳴り響いています。果たして何が行くのでありましょうか。先手を取ったのはアンジェロ、それからアクアレリスト、14頭これから向こう正面であります。もう一度先頭から順を追ってご紹介しましょう。先頭を行くのは6番アンジェロ、1馬身リード、その外4番アクアレリスト、ハイトーリ、そして内からはアイダホクエスト、そして一番人気のオッサンヒュー、うまくいっているんではないでしょうか。14番デンマコフホーム、内から1頭5番ゴーラン、外を通って9番サガシティ、アンジレロがレースを引っ張るようになりました。さあ勝利の祝福を受けながらまさに凱旋するのは果たしてどの馬か。青い帽子アンジレロが先頭、4番アクアレリスト、外から懸命にオッサンピューアンジレロ先頭、1番ミラン、4番アクアレリスト先頭、アンジレロアンジレロが半馬身リード、ミランかわして先頭に立った。サキーが3番手、10番オッサンピューサキーが2番手、オッサンピューも懸命に追う。この辺りで先頭はサキーサキー先頭、サキーが1着でゴール番を通過。2番手争いは際どいぞ。開いた。まずまず揃って飛び出しました。典型的な逃げ馬はいません。果たして何が行くか。花を切ったのはウェルアームド、外を通りましてグロリアデカンペオン、その後ろでやりましょうか。10番ロージズインメイ、内を通って2番キャプテンスティーブ、アルムターケル、カーリンがその後ろちょっと離れて7番アニマルキングダムでやります。14番インバソール、そのうちに13番シガー、そしてその後ろから黒船、5番エレクトロキューショニスト、1番シルバーチャーム、ストリートクライ、後方から行きます。デンマコフホーム、この多頭数をさばけるか。先頭8番グロリアデカンペオン、わずかにリードしているロージズインメイがすぐ後ろに上がってきています。外から1頭3番アルムターケル、その内からはキャプテンスティーブ、外を通って4番ウェルアームド。さあダートを照らす夕日へ向かってこれから最後の直線勝負。テンマコフホームはまだ後方、ようやく追い込み態勢。2番手にカーリン、13番シガー、キャプテンスティーブ先頭、黒船が3番手、黒船が2番手、黒船かわして先頭に立った。1着黒船、2着テンマコフホーム。